フェルナンデスさん、地震中断後に仕切り直しの熱演、世界的スケーターも集結、ファンタジーワンアイス。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。フィギュアスケートのアイスショー、ファンタジーワンアイス、幕張公演が26日、千葉市の幕張メッセで開演した、世界的スケーターも集結し、 男子の元世界選手権王者で18年タイラマサゴリンドーメダルのハビエル・フェルナンデスさん、スペインも日本初披露という、ブラビド・をマイ、2曲目の、パティン、オンザリチスの演技中には、震度3の地震が発生した。午後7時4分に中断となったが、機材の安全確認などを経て、約10分後に再開。アクシデントもしきり直して、パントマイムなどの振り付けでコミカルな演技で魅了。会場からは大きな拍手が湧き起こった。 また、ステファン・ランビエルさん、スイス、ジョニー・ウィアーさん、米国、アイスダンスのガブリエラ・パパダキス、イオン・ムシゼロン組、フランスらも待った。コメント。あの揺れの最中、誰が演じていたのだろうと思っていましたが、ハビだったんですね。仕切り直してまたプロをやり直すのは大変だったと思うけれど、無事でよかった。ニュースゼロで幕張会場の天井の機材がキシミオンを立てながら揺れている様子を流していましたが、 あれは、現地さんたちは怖かったと思います。最近、大きめの地震が各地で頻発していて心配ですね。これ以上、大きな災害も事故もなく、無事に完遂できますように。最後の生くんの挨拶はさすがでしたね。待ちに待ったファウイ2023、始まりました。でもハビさんの演技中に幕張では、震度3の地震が起き、中断、被害もなく再開されてよかったです。 自信に慣れていない海外のスケーターはさぞびっくりしたことでしょう。でもハブくんのことですから、舞台裏で彼らへの対応は素晴らしかったと思います。最後のマイクなしでの、ありがとうございました。の後は自らマイクを持ち、観客に気をつけてお帰りくださいとか見たよう、ハブくんは心身ともに素晴らしいスケーターですね。現地にいました。 MC がハビに優しく指示を出してハビも落ち着いて、ショーマンシップを保ったまま中断して、会場は緊迫感ありながらも温かい拍手が起きてました。再登場の時はもちろん大歓声。大事に至らなかったから言えることだけど心に残るワンシーンとなりました。羽生ュゆずるプロフィール、宮城県出身。2014年ソチゴリンに出場し、フィギュア男子シングルで日本人初となる金メダルを獲得。 2018年、平正オリンピックでも金メダルを獲得し、オリンピック2連覇という偉業を成し遂げる。2022年にプロ転向を表明。現在プロスケート選手として活躍中。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。